スマホすぎちゃった。何もかもが初めての体験に僕は混乱していた。やめて、僕にはマナミという人が。そして同時に悶絶していた。君の脳に直接届くプライムです。背後から誰かの指が僕の胸をゆっくりとまさぐっている。どうしてこんなことを。頭の片隅に残ったわずかな理性で必死に考えた。しかし僕は閲楽の本流に溺れそうになっていた。これはアミとかアヤとかってことなのかな。誰だよこんな時に。もしもし。まったくいいところなのに。何に近づくな。お前香りだろ。ふざけんなよ。お前香りだろ。ピワクさ、さすがに面白いね。水曜日、あらあら、僕の中で不安が雨雲のように広がっていく。忘れないで。確かにあの時そう聞こえた、うん、どういう意味なのだろう。それになぜレストランのスープまであの甘い味だったのかも気になる。僕は部室で全員が集まるのを待ちながらぼんやりと考え続けていた。どうしたんだよ。マサトに告白された。いや全裸で走り回ったのかと思っちゃった。呼び出されたんだ。そしたらいきなり後ろから抱きしめられて。嘘。彼氏自慢、羨ましい。お前のこと好きだって。よかったじゃない。まだ彼氏できたことないんでしょ。マジで。彼氏はないだろ。なんで俺がマサトと。おい、なんだよその態度。お前が美女を飲ませたからだろ。それでマサトはお前のことを。おい少しは責任を感じろよ。マサトがどんな思いをしてると思ってんだよ。落ち着けよヒロキ。ビジョンのせいとは言い切れないだろ。アスカ、なんでケンコの肩持つんだよ。そもそも相手が好きじゃないと惚れ薬なんて飲ますわけないだろ。それもそうよね。ヒロキ、ケンゴの照れる気持ちも分かってあげなよ。そっか、ケンゴ悪い。お前らおかしいよ。そうだ、あいつヒロキにも電話しなきゃって浮かれてたけど、なんか聞いてないか。本当だ、留守電が。あー、ヒロキ、俺、この前は心配かけてごめん。告白？でももう大丈夫。何があったって、ケンゴへの気持ちは変わらない。だから俺、来た。来た。来るな。感じるわけない。感じるわけないんだ。指が胸を、そこはダメ。俺は結構一筋なのに。あ、健吾への愛は本当なんだ。メールも来てる。タイトルがエロい女の正体って。見せてみろ。これはメールには画像が添付されていた。マサトの慌てふためいた様子が映っている。自分で自分を撮ったみたいだ。おそらく背後にいるエロい女の証拠を残そうとしたのだろう。だが素っ裸のマサト以外、黒歴史にも程があるでしょ。なんでエロい女の正体がマサトの素っ裸なのよ。ビジョンを飲むとエロい女に脱がされるって。モテ男山本さんや関東芸大の学生の全裸事件、あれはビジョンのせいだってそう言ってた。嘘でしょ。ねえ、私たち大丈夫だよね。大丈夫よ。一緒に飲んだのに何ともないじゃない。違う。何が。マサトはみんなより早く飲んでいるんだよ。キャンプの前に俺とマサトは下見に行ってるんだ。どういうこと。その時あいつにビジョンを飲ませたんだよ。ケンコは。じゃああんたが先にマサトを好きになったんじゃない。そうじゃなくて、俺たちはこれから素っ裸になるかもしれないんだ。嘘でしょ。どうしてそんなハレンチなもん飲ませたんだよ。めちゃめちゃ笑うよね、こんなこと言い始めたら。今さら慌ててもしょうがないだろう。しょうがなくないでしょ。普通慌てるって全裸よ。私がみんなに見られても平気なの。それもそうだな。ケンゴ、ビジョンはまだあるか。ああ、全部やるよ。じゃあ、成分分析しないとね。知り合いの医者に頼んで成分を調べてもらう。マサトの体にもあの女の指が這いずり回っている。これって昨日の夜出くわしたことと同じじゃないか。まさか。カズコ、あのさ、
ビジョンってどんな味がした？味？なんか舌にこびりつくような甘い味だったけど。Damn. それは死刑宣告のようなものだった。なんということだ。やはり僕もすでにビジョンを飲んでいたのだ。ごめん、今日は帰るよ。おい、ヒロキ。まさかビジョンのせいなのか。ずっとピンク色だね、なんか画面が。ビジョンの効果は惚れ薬じゃなくてエロい女なのか。薄ピンク、薄暗ピンク色。もしそうだとしたら僕は大変なことをしたことになる。どうしよう。僕のところにエロい女が来たってことは、マナミにはエロい男が来るんだろうか。確かに。ヒロキ、カオリ、大変なことになっちゃったね。ああ、ビジョンにあんな作用があるなんて。でもね、私ヒロキとだったらいいよ。え？なんてね、冗談。もう困った顔しないでよ。カオリ、ねえ、飲みに行かない？うん。このままだと不安なの。たまには付き合ってよね。あ、突然こんな。カオリが僕の手を握った。カオリ、今あの、ごめん。いや、あのね、いや、こんな状況だともう先にどうぞ。飲もうか。そういう展開になるやん、絶対。うん、ありがとう。メド服で居酒屋行くのかな。その時気づいていなかった。いや、大衆居酒屋に。わざと気づかないふりをしていたのかもしれない。いつもより香りが可愛く見えたことに。やめろやめろ。ヒロキ、そんな状態で帰りは大丈夫？うん。少し横になる。うん。ダメ、そんなところで寝ちゃ。ベッドに寝て。ヒロキ、服がシワになっちゃう。このまま止まっていってもいいよ。危ないぞ、ヒロシ。ヒロシ、ヒロシじゃない、ヒロキ。ねえ、こういうことになるのを期待してたって言ったら怒る？でもね、もう寝てるじゃん。結果さえ良ければ家庭なんかどうでもいい。ずるい女って思われるかもしれないけど、エロい女な。ヒロキを独り占めしたいの。もう寝ちゃったの？ズボンきついでしょ。今楽にさせてあげるから。マッサージしてあげる。まずい、脱がされてしまっている。綺麗な手。裸で走り回らなきゃいけなくなる。うん。ここはどうかな。柔らかい。うん。もっとちゃんとしてあげたいな。これ大丈夫かな。服邪魔だから。音声、YouTube 的に。いいね。ヒロキだって脱いでるし。まあ、でも上がってたら問題ないのか、他の人が。何に近くに。好きよ、ヒロキ。めっちゃミシミシ言うね。だいぶ古いベッドだね。これで木曜日行くんかい。さあどうなったんでしょうかということでね。飲みすぎた。ぐるぐるする。記憶がない。どこだここ。起きた？一緒にお風呂入る？僕はどうしてここに。覚えてないの？え、昨日は飲みすぎて。その後よ。その後。ひどい。私すっごく嬉しかったのに。え？冗談よ。ヒロキは酔ってぐーすか寝てただけ。なんだ、そうか。よかった。ヒロキの寝顔可愛かったよ。ごめん、今日は帰るよ。ゆっくりしてていいのに。もうここはヒロキの家みたいなものだよ。それじゃね、ありがとう、さよなら。
暗くなっちゃった。とんでもないことを一時の感情に流されるなんて、バカ、僕のバカ。はい。マナミ、今度はマナミ。どうして？ケンゴくんまでおかしくなったの。あの女を見たって。ビジョンか。マナミは大丈夫？私は別に飲んでないから。僕が飲ませちゃったんだよ。ねえ、ひとまず中に入っていい？え？だってなんだか体調が悪そうだし、心配なの、ヒロキくんのことが。心配って、まさかビジョンが聞いてきたのか。ありがとう。じゃあ中へ。いた、ヒロキ。香り。マナミ。香り。ある程度元々の流れに沿ってるのが面白い。うちの店でご飯でもどうかなと思って。今日ってまだ何も食べてないよね。さっきまでずっと寝てて。え？香り。それは。あ、二日酔い？昨日はずっと飲んでたもんね。それは。気まずいね。あれ、ひろきくん、首筋に何かついてるよ。え？いや、これは違うんだよ。キスマークじゃなくてさ。へえ。キスマークって思ったんだ。ボケツ。もうなんかの間違いなんだよ。ねえ、どうしてマナミがここにいるの？別に。私帰るね。あ、マナミが帰るのか。さあ、お邪魔虫も去ったし、中に入ろっと。疲れた。ごめん。一人にさせてくれ。ねえ、ちょっとヒロキ。最悪だ。マナミに誤解された。ん？甘い香り。何？なんだよこれ。まさか。ああ。私がエゴが入った。香りと同金。生じる誤解。時間的には短いからこのまま行っちゃおうか。坂道を転がり出したように見えた。メンバーたちも絶望へとひた走る。ビジョン発祥の地で見たものは何か。今引き荘ピンク編最終回、ご期待ください。もう最終回か、早いな。でも 結末どうなんだろうね。落ち着き方がちょっと気になる。まただ。またあの感触だ。全身に旋律と揺らくが変わる変わる体を駆け巡る。意のままに僕をもてあそぶ彼女の技巧にいつしかとろけそうになっていた。でも僕には心に決めた人が。ちょっと揺らいでるね。マナミ。声に出してから気がついた。マサトが電話に残したメッセージの意味が分かったのだ。こういうことだったのか。今まさに僕はマサトと同じ体験をしているのだ。ケンゴ一筋ではないけど。恐ろしいことに僕は今全てを脱ぎ捨て全裸になりたい衝動に駆られている。く、耐えろ。忘れないで。ダメだ、脱いじゃいけない。ダメだダメだダメだ。助かった。もしもし。香りに近づくな。マナミまで。全身には女に撫で回された感触がうっすらと残っていた。幻覚のはずがない。マナミがやってって考えたらめちゃめちゃ面白い。現実だとするならば、あの女は一体。もう僕は訳が分からなくなっていた。面白い。香りに近づくな。俺今度やってみようかな、ロッピーに。宮に近づくな。昨日のことを話すべきだろうか。いや、やめておこう。どうせ信じてもらえるわけがない。どうしたの？マナミが変な声で電話かけてきたこと。じっとマナミが僕の顔を見つめてくる。昨日気まずい思いをさせてしまったのに心配してもらえるのは嬉しかった。マナミに嘘はつきたくない。意を決して胸の内を話すことにした。あのさ、実は僕も見たんだ。見たって何を？多分マサトやケンゴが見たのと同じ。
あの女だと思う。またビジョン？いい加減にしてくれない？だいたいヒロキは飲んでないじゃない。でも見たのは本当なんだよ、信じてくれよ。はいはい、じゃあ次会った時ヒロキがすっぽんぽんで歩いてたら信じてあげるわよ。でも私には声かけないでね。わかったよ、もういい。当たり前だ、信じてもらえっこない。僕だってマサトを信じなかったんだから。ヒロキ君待って。なんだよ、どうせ僕の言うことなんて信じられないんだろ。そんなことないよ、ヒロキ君が嘘を言ってるとは思えない。だから信じるわ。マナミ、聞かせてくれる？何があったか。僕は全身であの感覚を思い出した。初めはよくわからなくて体がこわばってたんだけど、手つきが慣れているというか、優しく撫でられたらデレデレするんじゃない。後ろになっちゃって。どういうこと？あれはこの世に欲求不満を解消しに来た霊みたいだった。欲求不満？自分も頭が真っ白になったくせに、ちょっと責められてる。女性から求めることを欲求不満の一言で片付けるような人なの？男と女の触れ合いってそんな簡単なものじゃないよ。本当に好きな人に抱きしめられた時の匂いとか、耳元で名前をささやいてくれた時の声とか、髪を優しく撫でてくれた時の感触とか、自分が大切にされてるなって感じるとね、すごくドキドキした気持ちでいっぱいになって、そしたら体もどんどん熱くなってどこまでも高まっていくの。そう、経験がある話し方ですね。例えられないぐらい素敵で愛に満ち溢れているものなのよ。マナミ、遊びなんかじゃない。マナミ、心から愛し合う二人でないと実現できないの。マナミ、それってなんてね、そんな風に愛し合える人たちっているのかなって思っちゃう。もしかして京介、アスカからだ。ヒロキか、ビジョンを調べて分かったことがあるんだ。今から来られるか？お、やっぱ今引き草が原因なのかな。ビジョンは無害。本当の名前は今引き草という漢方薬だ。あ、今引き草なんだ。もともと江戸時代から伝わるものを、終戦直後ある製薬会社が惚れ薬として復刻したものらしい。惚れ薬として人心が散っていた時代の浮気、不倫、不感症用の薬だったそうだ。じゃあその会社に聞けば。残念だがもう潰れてる。おまけに今引き刀は随分前から製造されていないらしい。古い新聞を漁ってきたんだ。これが今引き刀の開発者、森谷亜美。新聞もちょっとピンクい、ね、もう特に死んでいるけどね。この女だ、俺にいやらしいことをしたのは。俺の話聞いてなかったのか？死んだ女がお前にちょっかい出せるか？おい、見ろよ、あの屋敷だ。こんなの見間違えるわけがない。カオリ、大丈夫か？あ、ここら辺の流れは一緒ですね。ちょっとめまいがしただけ。俺が車で送ろう。家族は、家族は燃えるのか？あれ、マナミは？ね、ヒロキ、カオリ、ごめん。ごめんの方だった。僕はなんてものを飲ませてしまったんだ、マナミ。ここじゃない、一体どこだ？何があったんだ？まさか何かあったのか？あっちの方みたいだ、行ってみようぜ。ケンゴ、アスカとカズコがどうしたんだよ。まさか、すっぱだかに。やっぱりまさかビジョンの効果か？まるで温泉に入るみたいにさ、ポンポン脱いでゼラになっちまったんだよ。どういう感情なの？しかもいきなりだよ。落ち着けって。どっちの感情？俺ももう終わりだよ。マサトのことが好きになるんだよ。初めて彼氏ができるんだよ。よかったね。やったよ、やったよ。次は裸で抱きしめられるのかな。しっかりしろって。しっかりしろよ。もうやだー。わざと健吾出てこないね、やっぱ。
原作っていうか元の子だと死んでるから、死んでるから。みんな脱いでゆく。人目もはばからず、ただ闇雲に脱いでゆく。そしてエロい女に手ごめにされてゆく。恐ろしいね。とにかくマナミに会わなければ、そしてあのことを確かめなくては。マナミ、マナミ。ヒロキ君。ごめん、見せて。やっぱり僕がビジョンを丸々一錠飲ませてしまったんだ。本当にごめん。一錠？中に入って。ん？香りが倒れたら怖くなって、それで家に帰ってきちゃったの。アスカとカズコがビジョンにやられて、二人ともいきなり脱ぎ出したんだ。じゃあ私もそうなっちゃうの？キャンプ場のそばの屋敷に行ってみるよ。もうあそこにしか手がかりはない。待って、私も行く。すっぱだかになるかもしれないんだぞ。連れて行けるわけないだろ。でも、どんなセリフよ。ここで待ってても、その、分かったよ。どっちを選んでも全裸だもんな。よし、そうだよ、一緒に行こう。どっちを選んでも全裸。そんな絶望的なことないよね。